人生書き色のエンジョイゲームタイム。はい、どうも、人生書き色です。俺たちとファミコンと40代プレイってことですね。今回プレイするソフトはアルカノイドになります。よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。こんな音なるんですね。知らなかった、全然。まあ、操作方法をね、まあ一応表示しますけども、もうほんと基本的に、最初に弾打っちまえば、残りはもう、あとはもう、こう。バーに弾当てて、全部の、存在する、ブロックを崩せば終わりっていうね。さっきからね、いろいろこう、なんかカプって落ちてますけど、あれはまあ、パワーアップアイテムですね。ああ、このゲームやっぱゲームセンターでやってましたし、まあこれ今はファミコンで、コントローラーでやってますけど、基本的にはなんていうんですかね、円形状、なんていうんだあれ、円柱状の、まあ、つまみですね。つまみスティックみたいな感じで、操作するっていうのが一般的なんで、これも確かね、ファミコンでは、ありましたね。その専用コントローラーみたいな感じで。まあ、今やってるその銀のブロックはちょっと何回か当てないと壊せないんで、ちょっと難しいんですよね。で、減ってくると大変ですし。なんか向こうにやってると壁、あとなんか速くなりますし。なかなかね、最後のところに当てるのも難しいのと、あと敵にね、こうやって当たると方向が変わっちゃうんで。それを計算しながらこう当てていくっていうのはすごい難しいですね。まあ、今ね、こう出てますけど、こういう感じで、奥に入れると楽になるっていう面もね、結構あるんですけども、ただけどそれが、奥に行かないと結構大変っていうね。まあ、けどゲームセンターでやってたのと、あとまあ有名なのはね、仙台ドラえもんの声やった大山信代さんがね、すごく好きだっていうところは、やっぱ有名ですよね、話としては。怖い怖いもん、ほんと。早いな。多分これはワンプレイでは動画の、尺に収まらないんで、多分もうワンプレイ多分すると思います、おそらく。もうあと残り1機なんでね。伸ばしとこう、ちょっと。あ、危ない、多かった。早いなぁ。あ、当たった。やっぱりね。まあ、こんな感じですよ。どんまい。多分もうゲームセンターだったら、さっきの面か、ほんとラウンド2ぐらいでいつも終わってたイメージありますね。こうやっていろいろね、ギミックがあって、こうやったらレーザーって言って、まあ撃てるんですけどもね。これが一番まあ、強力は強力なんですけども、撃つ方に夢中になってやっぱ死んじゃうってことはやっぱ多いのでね、なかなかその辺のバランスが難しかったなっていうのを覚えてますね。まあ、特に小さい時ではね、アイテムの意味よく分かってなかったんで、なんかバーが伸びるなっていうのはよく覚えてましたけど、よし。やっぱこうやってアイテム取っていく方がやっぱ早いですね。普通にさっきやったんですけども、なかなかね、それでは。お、ラッキーラッキー。3個だった。そうそう、怖いな。スピード速すぎて怖い。あー、怖い怖い。
目は追いつきますけどね、多分ね、バーのスピードが追いつかないですね、なかなか。うん、もうちょっとね。このぐらいスピードで行ってくれたらいいんですけどもね、そうはいかないんでね、このゲーム。けど、この目あんまり、なんかアイテムが出なかった気がしますね、そういや。で、こういう風にちょっと減ると、なかなかね、当たらなくなってくるっていう、このね。やっぱり結構敵さんがこれで邪魔ですよね、本当に。おお、すごい。お、終わった終わった。よかったよかった。ああ、よかった。3面でこんな感じなんすね。怖いわー。ああ、終わっちゃう。あそこに入ればね、いいんですけどもね。けど入った後も。ダメだな、これ。あ、ダメだ。いやー、終わりましたね。なかなか難しいな。コンティニューとかあるんですかね。コンティニューがあると嬉しいんだけどな。まあ、裏戸であるんでしょうけどもね。これやっぱバーがでかくなるのはやっぱ大きいですね。これをできるだけ大事にしたいと思うんですけども、やっぱりどうしても3つ出るやつとか出ちゃうとやっぱり取っちゃう。ん？ワンナップですかあれ。なるほど。こういう風な感じでね、綺麗にいくと面白いんですけども。まあ、僕は基本的にこの、バーが伸びてるやつの方がいいですね。さっきね、レーザーお見せしましたけども。あ、しまった。レーザーは確かに強力なんですけどもね。やっぱりあれはなかなかこう、同時に、処理しなきゃいけなくなっちゃうんで、それはちょっと、やっぱりあんまり得意じゃないんでね、僕は。できれば、まあ、バーをね、大きくする、このアイテムを取ってですね、確実に行く方が好きなタイプです。ああ、なかなか。お、ラッキー、当たった当たった。よかったよかった。いやー、まあけどやっぱり、こう懐かしいですか？余計にこう、燃えたぎるもんありますよね。でもできればやっぱ本当に専用コントローラーでやりたい気持ちはありますね。でもさっきやって思ったのは、やっぱりある程度アイテムのパターンはあるみたいですね。こう、飛んでくるアイテムのパターンというか、出てくるアイテムさんはそんなに変わらないというか、まあ、だいたい似通ったのが出るっていうのは、あるみたいですね。あ、よかった。ワンナップ増えた。2万点でワンナップなんですね。へぇやっぱりね、向こうに当てると早くなっちゃう。あやめてほしいな、ああいうのは。アイテムをね、取りに行っちゃうと大体死んじゃうんで、極力ね、アイテム取りに行くよりは、やはり確実に減らす方が多分、より、確実とは思いますね。と、ほんとこれ敵が邪魔なんですよね。敵さんが当たってるの見てるとこう、当たるところがなかなかこう、やっぱ計算できないっていうね、こっちも。普通にこうやって打ってる分にはね、そこそこ、こう、いけるんですけども、それ、敵さんの動きがまあ、結局、不規則ですから、
それに合わせてこう、あ、いけたよかった。っていくっていうのは難しいですね。危ない。おお、怖い怖い。おお、あ、危た。楽しいな、なんかやっぱりの。あの壁に当たる感じとかいいっすね。あ、終わりました。3面が限界ですかね。はい、ということで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、やっぱり、なんでしょうね。つまみコントローラーでやったらもうちょっとうまくできそうな気がしますけどもね。コントローラーだったらこのぐらい限界かなとは思ってます。まあけどこれは多分ね、たまにやると思いますね。普通プライベートでやっちゃうと思いますね。まあ、結構ね、ファミコンだけじゃなくてね、他のいろんなハードに移植されてるイメージがあるので、またね、見つけられたら、ちょっととりあえずね、これの2はね、じゃ手元にあるんですよ。だからまあそれは一応動画にはしようかなと思ってますけどもね、それ以外にもけど、シリーズでもし見つかるようでしたらね、ぜひとも、それは、プレイしてまた動画にできればなと思っております。またね、ファミコンソフトは、様々また、ゲームやりながら、ああでもね、こうでもね、喋っていきますので、もしお気に入りがありましたら、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルでは、コメントや高評価、チャンネル登録など、首を長くしてお待ち申し上げております。